今日は北条氏康、北条氏政、まあ中心に見ていきます。一応北条家は五代まで取りますけれども、五代目を言っても氏政が。事実上家督を、持ってたんで、あの、まあ、え、氏康氏政を中心に見ていきたいと思います。一応復習ですが、北条氏というのはこういう家系ですという話ですね。今川家と、の深い関係があると。 さら古賀久保の足利春氏との関係もこういうふうな関係で一応存在していると。武田氏との関係を見ていきますとこういうことになりますね。この氏直通のは武田信玄のとの孫に渡たるし信玄の妹は、えー、今川義元と結婚してこれはあのこっちですね。こうなってますね氏真を生んでるってわけで氏、えー、真、えー、それから氏政、氏直それぞれあの ずるずるに血縁関係につながっているというそういう関係になります。ここからはあの子供が生まれてますし、この今川家と北条家、実は,、えー、実はずっと、えー、あの血縁関係を持ち続けているということになります。さら <music> に、えー、上杉家の関係でいうならば、えー、こういうふうな血縁関係になり立ちます宇治安の娘が武田勝頼に嫁いでます。 彼女は武田勝と運命を共にしています。勝頼の、えー、妹の菊姫は上杉勝勝と結婚している。これはの後に武田と上杉の関係でご存知しますね。<laughs> さらに徳川家との関係で見ると家康の娘と、えー、結婚しています。で、宇治直が死んだ後、えー、彼女は、えー、池田照正と、えー、再婚しています。氏正 <laughs> 康の主な子供たちは、 こういう通りであって、このまあ上杉が駆け取らつ人物、これまあ覚えておいてくださいというか、上杉家に養子、えー、に行って、久波に会います。それから、えー、地図を一応用意してこれはまたあのその時見ていきますけれども、えーまあ、大木が上杉氏滅亡以前ということで、大木が上杉家と山口上杉家、えー、それが古学蜘、えー、などが健在な時期です。えー、北条氏康、1515 15年に生誕しています。 で1930年に初、えー、陣して、えー、上杉智之、これ、あ,あれですね、大木ヶ谷つですね。大木ヶ谷上杉家の上杉智之を破るという、えー、選考を挙げています。で、1935年には甲斐に、えー、出陣して、武田家と戦っています。 それから、1937年に川越城の戦い、これもあの川越城というのは当時、大江津上杉家の本家だったんで、まあ、こういうところに出ています。1938年、氏綱とともに第一次河野大合戦で、大弓久保、里見義隆連合軍に勝利して、この大弓久保である足利義昭、こっちの字です。これを打ち果たしています。 で1941年、宇治綱死去で家督継承と、まあ、この辺は前回の復習になります。家督継承直後、えー、北条治安はさまざまなピンチに見舞われます。まず、北条治安の、えー、ピンチの一つは、えー、この今川義元との対決ですね。えー、今川義元は、北条氏綱の時代に、義元と、えー、北条家というのは手切れになっています。宇、えー、からすりゃ義元のために 出たのに吉本はいきなり武田家と具同盟を組んでしまったということで今川と北条の関係は切れてますしたがってこういうふうなわけですね要するにここが敵対関係になってる以上は好同盟関係と基本的にこの氏康は従って吉本とも戦いなしこちらとも喧嘩この両者の連合軍 に対して、氏康は戦っているという関係になります。氏康としたら、完全にこういうふうに、あの周り敵ばっかりですね。周り敵ばっかりという状況です。非常にピンチなわけでありますが、しかもその時に、 もともとこの上杉ともさだと上杉憲正とは仲が悪いわけですね。ところが、この両者が連携して、今川義元と並んで挙兵すると。これが第二次加藤一蘭と連われるやつであって、義元の目的としたら、この辺りまで北条氏が入ってきているものをなんとか取り返したいと。駿河の東の方が北条氏の手に落ちているんです、それをなんとかしたいというの義吉本サイドの考えです。 最終的にこの武田晴信の,、えー、あの仲介によって、駿河は全,全域を今川家に引き渡す代わりに、今川と、えー、北条は手打ちをするという形になってきて、この結果、北条氏は関東方面との戦いのみに集中できるという形で、えー、とりあえず北条氏康は外交的なピンチを、この武田晴信の交渉でなんとか乗り切っているという形になります。しかし、えー、ピンチは続く。 両上杉に今度は古学法の足利春氏が連携して北条があの確保した川越城を、えー、攻撃しますこの川越城の攻撃に関しては川越城市であった、えー、北条綱重が、えー、半年にわたる老城市の戦いと翌年の1946年北条氏安、えー、北条綱重と、えー、上杉智貞、上杉乃政、えー、足利春氏先ほどで言うならば まあ、北条氏康はこちらとの関係がうま,くうまくいくようになったんで、このラインは、このラインと、えー、激突すると。えー、その結果、えー、上杉友蔵が戦死して、えー、足利春氏と、えー、上杉典政はそれぞれ逃亡するということになります。これであの北条氏康はようやく武蔵の国の方に、えー、入っていけるということで、だいぶ楽になってくるわけですね。 この時、大木は潰すぎしは滅亡してしまいます。あの、この友瀬田が戦死したことによって。外交面でのピンチは乗り越えたんですけども、内政編で今度はピンチが起こります。1 9 4 9年、国中諸軍大転ということが起こります。で、これに関しては、あの、地震というふうに、まあ、ウィキペディアに書いてあって、で、これ、あの、黒田元樹先生の、えー、10ミニッツという、あの、 動画サイトがあるんですけども、えー、月額1000円で見放題という、天0ミニッツ TV というのがあるんですけども、その天ミニッツ TV、これであの地震というふうに書いてあるこれ実はあの、えー、いくつかの地震関係の資料を渡ってみても、1549年、この頃地震ってないんですよね。だから地震じゃないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ただなんか大変なことだったらしいと。 東日本全体がだめ、えー、になるような事件というのは、まあ、ありうるんで、台風が来たとか、まあ、いろいろ考えられるんですけれども、とりあえず何らかの原因があって、凶作に陥り、その結果、百姓の逃亡によって北条氏康は収入源がなくなると、もう国中、ついに相模の国、えー、武蔵の国、南部、それから伊豆の国、こういうあたりがもう、えー、大変なことになってしまったと、えー、いうことですね。それに対して、えー、氏康はくじ斜面令を出します。 これあの、まあ、宇治安による再検索であって、まず宇治安はこの、えー、ピンチに対して、まず、えー、直轄量、それから休任量、直轄量というのは北条,北条氏の直轄量ですね。給任量というのは、要するに北条,北条家が地元の有力者に対して故障を与えるという形なんです。こういったところは、実はこの給任量に関しては、えー、北条家は中でどういうことが行われているのかということに関しては、実はあんまり知ることできないですよね。 で直轄量は,はっきり分かるわけですが、えー、給人料に関しては、あの中でどういうのが行われているかは、実は北条氏サイドはそこに介入することができない。だからまああの4割と、四、え、項、ー、6民という形で出してるけれども、実は6項4民ぐらいやってても、実は分からない、えー。北条家はそこに入ることができない。ただ北条家はこの非常時に直轄量、給人料の区別なく、統一的な負担軽減策を打ち出していきます。 具体的にはまず、主因状を発給して、その主因状によって税金を取ると、すべての税金を北条氏の許可のもとやると、さらに課税に関して、今までいろいろな課税があったんですが、それを簡略化していくという形で、そういう課税の簡略化と、それからしばらくの間の課税の低減、それから債権債務関係の破棄。 いわゆる特性例ですね、えー、そういったものを出して、当時の、えー、東北の、えー、まあ,あの法上支配下の、えー、人々の、えー、生活の手伝わりを図ると。でさらにあ法上寺安はこの時に目安レーツを作って、あの百姓たちが法上寺に対して直接、大官とか領主たちの不正とかを、えー、告発できる、そういうシステムを作ります。でこれによって、えー、まず中間作種の回避によって、 あのいわゆる中抜きができなくなってあの百姓たちの負担というのはか,か,あのかなり軽減されるとさらにそれによって、えー、旧支配層の、えー、権限が大幅に縮小して、まあ、北条氏の、えー、権力が隅々まで渡り込むと、えー、入り込むということになって氏康、まあのこのピンチ を、えー、チャンスに、えー、切り替えたんです、ね、宇治安はこの、えー、大ピンチを逆に、えー、北条家の権力強化につなげていくというそういうことを、えーまあえー、成功させたということになります。これによって国力を急速に伸ばしていった、えー、北条宇治安は関東制圧に向かっていきます。まず1550年、えー、対立してきた里見義高との和睦が足首をしているの仲介で成立します。 まあ、これ難しいんですけどね。あの、よしてるってうのは結構あちこち仲介するんですけども、これ結局、まあ、あの、北条寺安、里見義隆サが、もう戦争やめたいなと、えー、今、忙しいのに戦争みたいなと。今、俺、上杉と戦、あの、まあ、北条寺安サイドからすると、俺、今、上杉と戦ってんねんから、あの、後ろから、あの、里見義隆さんにやられるの嫌だよな、ということですよね。この関係を、え、まあ、友好関係に切り替えていくと。 ここが同盟関係になってさらにここのところが和睦が、えー、成立すると、えー、要するに北条氏安はこの法政交易に、えーまあ、集中できるということになるわけですね。でそのか,、えー、かいあって1551年には、えー、上杉法政は上野の国の平井城 乗はあのりまさは平井城から陥落してであっちこっち頼るんですけども最終的にどっからも受け入れてもらえずに、えー、越後に亡命しますあの上杉のりまさは当初、えー、頼ったのはこういうところに、えー、残るのゆらなりしげとかこうあたりを頼ったんですこのゆらなりしげからも、えー、切られてこのように、えー、越後の国の長岡桁元を頼って、えー、亡命してしまうということになります これによって北条氏安は、えー、だいぶいろいろ楽になってくるということになります。うん、上杉乗ります長尾掛虎は翌年には早速武蔵に侵入してきます。 年には里見との戦闘が始まります、まあこれはもかりそめの戦いであってとりあえずまさが、えー、越後に行ってしもてこの宇佐市侵入も結局越後を本拠にしている以上はそんなに長居できないということも見越して、えー、里親方との戦闘に踏み切ります。でこの時、えー、内坊の、えー、正樹氏が、えー、北条氏に願いってます。この正樹氏っていうのは阿波の国の有名な名族であって。 里見市とは連合関係の重臣というか、まあ、あれなんですけれども、この内房正樹氏と、それからあの阿波正樹氏がるんですけど、この内房正樹氏が北条氏に、まあ、願いを得た結果、東京湾岸をかなり後輩に抑えることができるんだと。1952年、古賀城を攻略して、古賀国宝であった鹿が春氏を秦野に幽閉すると。1957年には宇都宮広津のを保護し、宇都宮市の復興を尽くします。 宇都宮市っつうのは名族やったんですけども、この頃は三部、えー、綱房、三部綱勝によって実況に逃げられており、それに対してあの北条氏康は宇都宮広綱を保護して、宇都宮市に給料、えー、の返還を命令出すという形で、下野国まで、えーまあ、あの力を伸ばしていくわけですね。氏康はこの頃から、えーまあ、こういう宇都宮広綱、こういうところまで、えー、力を伸ばしていくと。 足利春路を、えー、完全に抑え込んでしまうとこうなってくるとまあ問題は、えー、この上杉謙信サイドの、えー、動きいうのはこういった、えー、反北条系の黒、えー、人漁師たちそれから佐竹それから里見、まあ、この赤の、えー、ラインこの辺が反北条、えー、サイドであって。 この、えー、青のライン、これが江宗春三国同盟であり、えー、主従関係になると、この都宮広綱は、えーてんてんまあ、こういうふうな形で。 関関東東ととののは南関東と、えー、栃木の方に風景を開くとそれからあの茨城県南部の方にも、えー、この小田氏春っまいうのはまああの比較的あっちこっちぐる,ぐる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 回って、えー、あれなどの一時的に、えー、北条氏に着いたり離れたりするんで、まあ、この辺は、えー、微妙なところがありますけども、こういうふうになったり、こういうふうなったりするところがありますけど、まあ、一応、北条氏康としては、まあ、この辺の、えー、黒人衆たちをなんとかしていくということになるわけですね。 江宗春三国同盟ですけども、1548年、織田信秀に今川義元と不仲を実は愚痴っています。まだこの段階では、江宗春三国同盟という形ではできない。まあ,あの、相模と駿河は一応手打ちはしたものの武田晴信のあれで、今川義元は、えー、常に北条氏に対しては不満を持っており、北条さえとも今川義元はどうにも信用できないということで、北条氏康は織田信秀に愚痴ってる書用、えー、があるそうです。 しかし、この問題、今川家にとっても大変なんですよね、当時のあれとしては。要するに、今川家としては、あの、ここの問題ですよね。この対立関係があり、この辺が曖昧な、えー、なんとなーく曖昧な関係ではちょっと、えー、困ると。まあ、この関係が。 こう,う、どっちという、えー、これでは困るということで、今川家の,、えー、あの大元節裁が中心になって、この関係を完全な同盟関係にしていくという形に、えー、まあ持っているわけですね。1550年のことです。氏康は、えー、自分の娘の早川殿を氏真、えー、に嫁がせますで、えー。武田信玄の娘の大梅院を氏政の正室にします。 氏康の四男の氏範を祖母の慶樹樹慶人のもとに送る、つまり、帝のいい人質ですよね。だから北条氏としては今川家に絶対に攻めてほしくないんで、この辺はかなり北条サイドが今川に対して下手に出ています。早川殿の、それから氏範、この両者を事実上、人質として送るということになってますよね。 これによって、えー、ほあの今川家との友好関係が作れられて、えー、関東方面に、えー、集中することができるようになるとさらにはこの上杉のりさん、長岡家と、えー、長尾上杉輝虎、長岡家虎この問題もあと言いたい問題であってそれに対してはこの武田信玄が動いてくれると、えー、いうことになってまあ結局北条氏康としたら ここの戦いが始まるう、えー、つことで、要するに、こいつらをなんとかす,すべきであると、当面、こいつらをなんとかするというのが、えー、北条氏康にとっての大きな課題になっているわけです。だから、上杉関係が攻めてきたら、えー、この武田信玄が助けてくれると。 えいうことになって、まあ、これでかなり北条氏康は相当得をしてますよね。武田信玄にとっては、もともとこの、えー、長岡家虎との関係は悪いわけであって、いざだったら北条氏康祭との,あの共同ができると。今川からかすると、えー、この松平元康を含んだ三河方面、西方面に集中できると、えー、いうことですね。で、まあ、今川としては、だからこれで西側に向くことができると。 でこれでよく言われるんですけども、北条氏康にとって、これであの今川家と同盟を結ぶことによって、上洛ができなくなるというような話もある、デメリットもあると言われてるんですけども、もともと北条氏康はそんなに上洛という方面に関しては、そんなにメリットを感じてないと。むしろ彼にとっては、鎌倉から関東を抑えるのがポイントであって、あの上洛志向は初、えー、めからないと、えー、いうことを考えると、 えまあ今川ももともと上洛をどん程度考えたかというのは微妙なところでやって、とりあえず今川のえおそらく、狙う前も言った通りえおそらく尾張の国とのえ関係がえ中心だったんだろうと思いますけれども、まあ、北条、今川にとっては、お互い背後から突かれることはないというのが大きなえポイントであったというふうに思います。そうなりますと、メインは、宣政、長岡弥との戦いになります。 159年、永禄の危機を契機に、氏、え、康、ー、はその責任を取る形で隠居します。えー、ただあの実際にあの、実際には小田原城本丸で引き続き、えー、政治軍事の実権を握っていり、タイプ的には氏政の貢献といいますか、二重政治といいますか、えー、この頃から氏政は少しずつ歴史の表舞台に出てくるようになります。大きな事件が起こるのは1960年、今川義元・が畑まで戦死すると。 ですね。で、これが、えー、結局、高曹春三国同盟が今度は弱体化してしまうと、長尾景虎がえー。上野の国に侵攻してくると。長野成政の、えー、支援を受けてけあの長尾景虎が上野の国を制圧してしまうということになります。せっかく、えー、上杉憲政を追放して、上野の国まで抑えたのにもかかわらず、長野成政の、えー、働きによって。 長尾とがこう神戸のことになります神戸のこれは氏康、えー、にとってはなかなか、えーまあ、問題であるとさらにろ翌年には長岡虎は武蔵の国から相模の国まで進攻してきますで、えー、ついに鎌倉も陥落するとこれあの理由がありまして氏康、えー、はこの長岡虎の、えー、池を見て野戦を回避したんですね 野戦を回避して労働戦を選択するとこちらこちらの市場に、えー、がっつりこもらせてもう鎌倉は明け渡してしまおうと、えー、いう形になりますその結果、えー、鎌倉はまあだからあれですね長尾掛虎が鎌倉の鶴橋万国に参拝できたのはあの宇治安が野戦を回避したからですねそれを見てこの上杉乗りまさ えー、長影虎は大合意をかけて、もともと、えーまあ、北条家に近かったこの内目広綱、それから、まあ、あの小田氏治,治それから、えー、仲の悪かった佐竹義昭、えー、里見義孝義弘、それから大田助政、えー、彼らを動員して、小田原城を包囲します。関東オーールスターズで小田原城を包囲しますさらに、足利治を倒した後と、古賀久であったのは、えー、足利義氏です。 北条氏の娘と足利で生まれた足利氏彼を追放して嫡男の足利義十を古賀国に据えます。いわばやりたい方でやられているわけですね。それに対して武田信玄今川氏真は北条氏やのために援軍を派遣しています。援軍を派遣するとも実際には動けないですね、なかなかあれで。だから、まあ、武田信玄は 一旦海甲斐吉田まで軍を進めていますけども、最終的に別の方向に動きます。で今川氏ではあの伊豆と駿河の、えー、国境付近まで、えー、軍を進めています。小田原城を徹底的にこう固めて、あのー、出てこないと。で長岡虎は小田原城の,あの城下町を焼き払うなどして挑発とするんですけども、氏家さんは一切動かないと。こうなってくると、まあ、連合軍 つうのは結局大軍の連合軍つうのは食糧不足になってくるこういう自給性になると、えー、結束が緩むんですよねまあ氏康としてはそれが狙いであるとう3月には長岡虎は、えー、山之内上杉一家の家督と関東管領に就任しますで上杉正虎と改名、えー、してますただ不協和音が出てきて古賀久保の在り方をめぐって足利春氏のそばについていた柳田春助というまああの なこがくっぽ、長年の側近でるやなだけと、対立してるんじゃないかという。動きもやります。あの、これ結局、上杉政虎が、ね、な、なだはるすけに対して。起請文を提出していると。これは、あの、ちょっと、出典が微妙なんですけども。上杉政虎は。 えー、このさすがにそれはちょっと突飛なんですがこの江咲久がその頃上関正太のと関東におったんでこの,この江咲久の扱いめ巡って、えー、柳田春輔と対立することは考えられないわけでもない要するに柳田としたら、えー、足利家だけでやりたいと、えー、それに対して室町殿の外籍であるこの江家を入れて京都との関係を務めるのはどうだと。 まあ、あの上杉正虎はどっちかやったら割合京都の方にも、えー、視線が向いている、えー、人物ですからその辺なかなか難しいところはあるでしょ,あたでしょうね。氏康を救ったのはこの信玄の動きです。信玄は氏康救援つまり小田原に在陣、えーまあ、している上杉典正、えー、上杉政虎を動かすために北信濃に出兵します。北品野にに出出兵してて川中島に出てくるわけですね そうしたら、えー、マサト虎としても、これは放っておけなわけです。結局、信、え、玄、ー、が北信濃の出兵したの隙を、えー、に対応して、えー、マサト虎も越後、えー、に帰国します。で、こうやって小田原城の戦いは、まあ、あの消化不良のまま、上杉,家が、えー、上杉軍が撤兵し、他の連中もみんな軍を解いて、えー、しまいます。その結果、第王次川中島の戦いという、再、まあ、激戦が起こるわけですね。これは、まあ、あの、 えー、信玄と氏康の、えー、同盟に基づいて行われた戦いです。川中島戦いは、実は北条氏康も一枚、えー、も二枚もかんでいると、えー、いうことになります。えー、宇地康のこの辺までちょっと見ていきますけど、上杉典政、上杉正との戦いは続きます。上政虎は越後に帰港するときに、憲正とこの江崎壱は古河城に残しておきます。でまあ、要するにあの足利不、えー、まああの後見職ですね。 それに対して、えー、北条寺康は武蔵の国の南部を奪還します。でそこに北条寺照を配置すると。さらに、えー、11月には川中島から今度は関東に侵入してきた上杉勢を攻撃して、武蔵の国の北部までを奪還するという形になります。でえー、さらに、1163年には武田信玄の援軍によって神戸下に、小津下下津家に侵攻し、古河城を攻略し、足利不十字を捕らえると,ということになります。 一時的に、えーまあ、下草の古、えー、賀城は北条氏の、えー、手に落ちるわけであって、まあ、このころ、えー、上杉憲政は再び、えー、越後に帰ってます。ところが、正虎の反撃によって古賀城は奪還されて、上杉勢力になっており、えー、なかなかこの下草から北関東は安定しない状況が続くと、えー、上杉と、えー、北条などで、えーまあ、なかなか難しい状況になるということになります。大元が 提唱したこの三国同盟が聞いてるんですね。めっちゃ聞いてますね。これ吉本が失敗しなかったら北条ももっと関東取りやすかったっ、ねあ。信長って上杉に連絡取ったんでしょう。信長っては難しいですよね。あの信長は割合ここともここともあんないんですよ。ああ。 もともと信長と武田信玄って仲結構いいんです、でかと。この1560年段階では武田信玄は多分信長なんか眼中ないと思いますけども、多分上杉謙信はまだこの頃はの信長がた眼中ないとは思いますけど、この1560年段階。この高宗春同盟の頃は、やっぱり吉本が死,な吉本が死んで初めて王とかになってくるわけで。上杉も関東へ攻め込んだり、忙しい人ですね、この人は。忙しいですね。 なんです上杉ってどこに領土を増やすもう領土なんか増やす気ないんですかねえかあちこち攻め込みますけど領土が増えるわけでもないし多分上杉の国は取りたかったんじゃないですかねうんあの一応上杉則政の領国ですからもともとは上杉則政の顔を立てるためにはやっぱり上杉の,の国は取りたいと思っているただなかなか難しい 新潟県って行ったことないんですか。これう、まあ、うまい具合にこれ国境のところ、山があって、どこにもつながってないんですね、富山にもつながってないし。そうそう、そうですね。うん、一番つながってるのはやっぱ長野ですかね。で,ですかね。うん。神津行くったって山越えでしょ、これ。どうすうことでも。山越えなんですよね。だから、まあ、乗り典さが多分転がり込んでこなければ。 ああでも、あの上杉憲政の,りまさんの、えー、ご先祖さんの上杉昭定があの越後の出身やから越後と上杉で実はあの結構一体化してるんですよね。人間関係が。そう。長尾家も、あのえーまあ、武蔵・上杉の守護、えー、代である長家とそれから越後の長家もちろんこれ、皆、えー、一門同士ですから。光月 武蔵それから越後いうのはあの割合室町時代一体的にあの京都の乱以降い急速に一体化していくんですよねこれ。それ以前はあのどっちか言ったらあの越後上杉家のこれ越後上杉家っつうのは上杉謙信のことを指したりするので正しい越後上杉家はもともとはあの京都との関係が深い主語なんですけども。 だから上州とは本来は分かれてるはずなんですけど上杉や北がやっぱり入ってきてからですねこの越後と上月が一体化していくのはあそういう人間関係的に交流があって、うん、ひっついてるわけですねそうですね、うん、三国峠ですよねななんのなとこ越えていったって,って高い山があるのにと思うからこの江崎久、はい、なんでこんなとこにおるんですか あの,人あの人はあっち,ちこっちにいますから。関 <laughs> 白は何かしてた大んでしょ大んですよ。このころは何でおったんやろうな。<laughs> なんで京都の上流規則がこんなとこにと上杉謙信との関係が非常に、上杉謙信はまあ長岡ラと,との関係がどうもよかったみたいですな。だか越後に割れいることが多かったので、<ん>まあその関係って多分、あの長岡トラについていったんでしょうね。 というのが今のところそうです。あと名前ですけど、この氏綱とか氏康とか。これは偏見は宇治の方が偏見なんですか？それは偏見じゃないんですか？この人の名前は？氏康は多分、あの関東空法のがだいたい宇治やからその氏をもらってる。待ってますね。これは多分私の考えですが、うん。 まあこれ伊勢シンク長右次から取ったとかまあいろいろね間違いなく大体この関東で右次名乗るっていうことは関東区暴からもらっているというそういうあのあれだろうと小学校とかを倒しに行くんでしょ堀越区暴を潰してしまったしそのためには傀儡化するわけであってだからまあ滅ぼしはしないんですよハルが敵対したらその春ル右は潰すけども春ル右次と藤十次は追放して この氏とこちらの系図の本のところにあの吉氏がおるわけですね。で、ほかに藤氏がこちらにいると。この吉氏をつけるんですよ。だから、やっぱり北条氏は、要するに監督法があっての北条氏という、そういうあの形であって、監督法がその気は叩き出すけども、えー、ちゃんとその子供もは確保すると。 あくまで関東関連であって、じゃないんですねそうそう自分はトップにはならないんですね。あくまで事実上のトップ、やっぱりあのそこのところは鎌倉北条氏の真似で、絶対に将軍、なんらかの形で将軍は確保すると。自分はナンバーツーと、ね。信長も上杉謙信もトップに立とうとしてませんもんね。まあ、信長は義明が失敗した,したから、トップになっちゃいましたけど。うん 慣例、ね、もしくは、まあ、の信長もちょっと離れたい <laughs> ああ信長、うんまあ上杉謙信とか,法人とかうん、は慣例になりたいで足利の権威はやっぱり生きているわけですね関東でも京都でもそうですね、うんまあ、権威ってうのは結局あの力がない権威を担ぎ出せば楽に簡単に相互自分を選ぶってできますからね その権威というのはやっぱりあのじ俺が、えー、権威になるんだ言うとマルニンがそれを認めてくれんかったらどうしようもないわけで,で当時はやっぱり足利というのは室町時代の日本ではもう権威やったわけですよね圧倒的で足利のすぐ下にいるということでが一番重要だね、うん、今に続く天皇制の1位2位3位の武家の世界では 足利将軍家が偉いと、うん、足が将軍家からあの守護守護代というような、うん、そういう序列ががっつりあったわけであってそれに代わる新しい序列を作るのはなかなか難しいわけですよねそれを受け入れさせるのは。そうすればあのなかなか将軍家を滅ぼそうという発想にはならないし。 結局、織田信長と足利義明の関係も、吉明、信長一生懸命吉明に帰ってくれ、帰ってくれよけども、吉明があまりにもむちゃくちゃなことを言うから、結局自爆してるわけですよね、あれ。だけど、1 0 m i n u t v って話で出ましたね。はい。あ私、一時しばらく見てましたけど。あ、見てま見てたことあるんですけどね。<laughs> 私も見てました。喋 <laughs> るだけですよね、先生が。そうそう。パワーアップなんか出てこないですよね。 うん、こんなあの絵作ってくれまんなんなかなか。<laughs> で、10分しか話がないし。しかも、私は見てた頃はあの、日本史の先生が誰もいなくて、日本史の話を、あの、オリエント史のスルタンガリエフの夢を書いた山内そ先生が名前、下の名前先生が、山内先生がこう、喋らはるんで、 うんと言ってあのそのうちにあの黒田元樹さんとか山本博文さんが入ってきたんですけどもなかなか見る気がなくなっちゃってあの結局退会しちゃったんですけども今は結構芝広之さんとかいろんな人が喋ってあるから藤田達,達夫先生とか、まあ、いろんな人が喋ってるんであれなんやけどもあの頃は山内さんしかしゃべってなくてあとなんか日本史でこうぐると渡辺正一とかいらない <laughs> みたいな。 そうです、そうです。私もそのころ見てた。山内先生って <laughs> てっきりね、日本史の先生だと思ってました。あ、そう3年ぐらい前ですよね。3年ぐらい前、うん。またこのオンライン講座始める前のころでに、日本史勉強賞もってんみんつく TV 見出したら、あの先生で。 でもこの先生は日本中政治の先生やと思ってあと <laughs> で何か出てきましたよねあのスルタンガリーフの夢かなんかを書いた先生や相手はいでええー、ってあのこの先生 <laughs> 中近東史か専門はあえてあの本自体は評価高いらしいですねうん出た時私もあのえ何、ー、かものすごくい印象持って読んだ記憶ありますわ本題に戻って <laughs> 九時社面例のところで、中間搾取の回避という、これ今川義元なんかもやってるんですね、中間搾取を回避しようとかいうのは。まあ、研究の結局、総合ですからね。ただ思うんですけど、中間搾取のね回避をすると、大名は得しますよね。大名は得しますね。百姓も得しますよね。旧支配層は損しますよね。損します。 ここはどうう説得するんかなという結局だからあの大名権力がどの程度強いかこうできるでこの場合は多分この国中諸軍大転というそういう大義名分がある中であの強硬策に出たとこれをやらんかったらあのそもそも旧支配層も全て共倒れやという形で多分説得じゃないかなあそうこか百姓が抵抗してるからうん 大名と旧支配層とが共倒れになるんですね、これ、百姓が入れちゃうと。そう,そうそう。そもそも、<ん>そもそもの問題で百姓がおらんと。そうすると百姓にあると、譲歩せなしゃあないやんかということなんですね。うんうん、で、これの決定版が、秀吉の一致作人ってやつなんですか。そうでしょうね。中間作手全部やめと。 大名百姓だけでいいというあのシステムになっちゃうの、うん、そうですねこれそれでももう地震ではなさそうや言われてるけどもそういうことをせざるを得ない事態って言ったらよっぽどなんですねよっぽどでしょうねであの実はこういう便利な本がありましてね「日本列島の地震津波、えー、噴火の歴史」という本がありまして、えー、ペレ出版や あこれ理系の先生が書いてあるんですけども、年表型にしてずらーっと書いてますよ。こういうふうに。1549年のところはスポーンと抜けてるんですね、当然。あ、ないですね。ええ、そうね。1940年の次はもう47年に白山噴火。で、50年に霧島山さん噴火たるんで。うん だから多分地震とか火山とか津波ではなくて例えば台風が来たとか台風か何かでしょうね。台風か干ばつか。寒波かそれともあの何かでしょうね。気象的な気象の方で。うん、しかもこの1949年にあの日本中があったわけじゃないから多分台風じゃないかなとは思うんですけどね一番可能性が高いのは。 関東地域だけだけとすればね関東直撃、高潮によって海,海岸付近は全部やられちゃ,やれちゃうし、えー、山風の方はとかいう形で、北条家にピンポイントでひどい目に遭うとしたら、やっぱり台風かなり高いかな基本的にはこの1560年代っていうのは、北条氏康と武田信玄の連合軍対、えー、上杉の戦いになります。 あの上杉は武蔵とか上野、えー、にまで入り込んでいる、というのが現状ですね。武蔵松山城を攻略して、上代の大田助正が陥落、えー。この大田助正というのは、あの大田山楽としても有名な、えーまあ、犬を、まあ、軍用犬として使ったこととしても知られる、えー、人物。ですが、大田道家のひまごにあたります。大田助正が陥落、さらに、江戸上代であった大田助康。こちらも大田道家のひまごですねが、助正を通じて。えー 上杉方に行くとこの大竹っついうのはなかなかもともとは大ヶ谷津家の傘やったんですけども大ヶ谷津家が衰えた後は北条氏についたり上杉についたりいろいろしたわけですけども、えー、163年、えー、64年にこの大竹が一気に動き出すということで関東付近をちょっと整理すると、えー、こういう感じですねこの、えー、大田助政、えー、それから 大田えあのこれはもともと対立関係にあって、これは家来関係あったんですけども、えー、こっちが結びついて、こちらとの戦いになったという感じですね。氏康としたら、こんなところ、もうほんまに、えー、この江戸城の大田助康にいきなり裏切られたという形になりますで。もちろん、影、えー、を引いてるのはこ,こいつらですね。こいつらが影を、えーまあ、裏であの引いています。 この子の子北条氏は江戸すらなかなか守れない,というのが現状なわけです。さらに上杉正虎から、えー、里見義高にこの太田スキアスを助けてくれという救援が,や,依頼がやってきます。その結果里見義高との戦いが起こります。えー、第2次河野台の戦いですね。先ほどのあれでいきますと、こういうことになります。太田スキアスとこの太、えー、田氏と、えー、それから こういうふうに結びついて、こっからこちらに、こいつら助けちゃってねー、ということで、これを連合して、こう戦うと、えー、いう形になります。だからまあ、この流れですね、えー、千葉から、えー、東京湾岸の,あの東川が、丸っぽう藤安に牙を向いたと、えー、いうことになります。それに対して、河野田の戦いで戦って、里見氏を泡に抑え込むので成功しますが、重臣の富永直勝らが戦死します。 でもその結果、北条氏の勢力は上総まで、えー、東京湾をこうぐいっと東の方まで入り込んでいきます。で、さらに太田助政を武蔵から追放して、太田助政はつ、えーまあの国に、えー、逃亡することになります。で、それによって武蔵の国を再制圧ということになります。1165年には上総の柳田春介の、えー、石縮城を攻略していますこれはうまくいかないですね。この柳田春介はなかなか粘るわけです。 年にはは長野成盛の,水の城は陥落しますこれあの、ちょっと、えー、北条高弘は上杉家から離反するということで、上杉市は、えー、北関東を支配できなくなると。どういうことかと言いますと、あの実は上杉サイドになってたのは、この北条高弘がこちらに入り込み、この付近では長野成政が上杉とがっつりくっついて、えーまあ、北条氏を圧力かけていると。ところがですね、 こここの武田信玄がここに攻め込んできたわけですで結局長野成政は、えー、武田信玄によってこの長野成政は武田信玄と6度まで戦ってあの武田信玄を撃破し続けただから武田信玄の負け戦はほとんどこの長野成政なんですけどこの長野成政が亡くなった後後を継いだ長野成盛が若かったために、えー、武田信玄一気にこの長野家を滅ぼしてしまうという、えー、なってそれによって北条氏康の、えー、力は これを掘り出し、これを潰し、これが潰れて、で北条が裏切るという形で、一気に光津、えー、の国は北条氏康の手に落ち,落ちるということになります。反北条の頃のこの揺らなりしげぐらいですね。という形になります。光津の国を、えー、ほぼ押さえた段階で、氏康は相模の神を名乗るようになり、えー、本格的に氏康は隠遁生活に入り、氏政が先ほどの大夫として、えー、表舞台に出てきます。 で67年には宇治政は、えー、里見氏を攻略しますが敗北し、一須を喪失すると。えー、さらに1969年には北条方の織田宇治治が佐竹を不思に敗北し、北関東はなかなか北条氏は南関東まで抑えても北関東にはなかなか進めないと。で、えー、そういう中、事件が起こります。えー、1968年、今川家の没落ぶりを見た武田信玄は、 えー、今が宇治谷の領域の駿河に侵攻しますそれに対して北条氏政は出兵して去った山で新県、えー、と、えー、対峙します、えー、で宇治安は家康と密約を結んで結局東駿河を、えー、北条氏が、えー、まあ再び脱出するとそうやって完全にこうなると実は北条氏としては困るわけですよね 後ろを打たれないと思ってたら武田信玄が一方的に今川を潰しにかかったとこうなりますとせっかくここまで来たのにこの関係が潰れてしまって武田信玄と、えー、ここが交戦状態に入りますと非常に話がややこしくなってくるとこの揺らなりしげがここで動きますこの上杉、えー、謙信と、えー、上杉政虎と この北条氏康の、えー、関係を取り戻おうと動くわけですね。こっちの方がわかりよいですかね。なんか何人か携帯持ち持ってるな。このおたのむ長尾って伊がおって勝つるわとのに顔がない。この浦々茂が、えー、この北条とこの関係を、えー、まあ取り持ってくれるわけです。北条氏康、えー、この越走同盟が締結締結されます。 でこの越宋同盟の中身です,ですけども、中身は謙信は、えー、死なのに出兵する。それから氏政の弟を、えー、謙信養子にすると。謙信に光津家の国と武蔵の国の一部を割譲すると。その代わりに、えー、謙信サイドは足利教授を家国校として認めると。それから謙信を、えー、関東関連とすると。まあ、どっちかいうたら上杉謙信の方にかなり、えー、有利な点がある。 そういうい同盟になってます。というのはこれは結局北条氏安としてははっきり言ってものすごく困ってるわけですよね。そういう中でまあ上杉謙信にはとにかく頭を下げんといかんと。ところが今度はもともと上杉謙信と北条氏安の同盟界が結ばれたその結果え安定したか言ったら逆であって佐々木義重、里見義弘、太、えー、田敷政らは上杉に反発して今度は武田信玄に通じます。 要するに、えー、彼らはもう徹底して反北条なんですね。1969年の武田信玄が武蔵から、えー、相模に侵攻して小田原城を包囲します。これはまああの、えー、信玄も深追いせずに小田原城からすぐに撤退するんですけども。も、えー、1970年は信玄は東する場に侵攻してきて、北条氏としてはこの武田信玄との戦いに頭を悩ませるというふうになります。 1571年には宇喜多は、えー、亡くなります。で、宇喜多が死んだ、えー、2ヶ月後に、えー、宇治政は、えー、信玄との越走同盟の復活に踏み切ります。で、越走同盟の破棄。結局この越走同盟っつうのは、まあ結局これってあの上杉氏、北条氏にとってはもう、えー、対武田の実は上がらなかった。結局効果はなかったということなんですね。さらにまあ上杉謙信からするとその頃から 上杉謙信はどっちか言うたら、意識がこっちの方向き始めるんですね、上杉謙信の気持ちが。越中の国の方に、えー、意識が、えー、乗り始めます。したがって、まああの、こちら方面の動きはあまりも、えー、気にしなくなってくると、こうなってきて、で上杉謙信はこういった連中を結局あの、結局彼らは反法上で一致してるわけであって。 まあ、あのえっ、ー、そ同盟を組んでみたものの、えー、今度はこいつらは武田と連合しちゃったということで、あまり面白くなかったわけですね。結局、えっ、ー、同盟っついうのは、えー、あっさり、えー、廃棄されてしまったと。高想同盟を孵かした結果、えー、いわゆる信玄の最上作戦には援軍を派遣して、えー、味方からの戦いでは、実は北条氏政の えー、家臣が参加してます北条氏真の家臣、大藤秀信が、えー、味方の戦いで戦死するということになっています、まあ。そういう意味では、高、え、層、ーえー、同盟の方がやっぱりお互いにとってのメリットが大きかったみたいですね。でそれに対して上水健師さん、上杉謙信は神戸の国に侵攻、えー、してきて、宇治政も出兵しています。で、えー、同年には柳田春輔をあの陥落させて、降伏させています。 まあこれは氏康ができなかったことを氏政がやったと氏政というのはどうも小田原で滅ぼしちゃったんで、えー、評判悪いんですけども実際にはまあ、あのー、それなりに能力のある人物ではあったようです1975年にはあの小山秀綱の下野英紀四ををなずさせてあの下野国に、えー、影響力を伸ばし始めますさらに下のの国の有機も基準し あの北条氏政の時代には一気にドミノ倒しのようにあの、えー、関東が氏政、えー、のもとに入っていきます。これ結局、武田氏との、えー、構想同盟が大きいですね。えー、結局信玄から後ろをつかれない、でその頃、えー、信玄は駿河まで押さえてるということはあの北条氏政としてはもう全,全勢力を、えー、南関東に、えー、この集中することができると。 でこの下佐の国など南関東から上杉氏勢力を駆逐すると、まあ、逆に言うたら1七7 5年頃までは上杉氏の勢力が下佐の国まであったとでさらに1977年には里見義弘と和睦房総一和が成立しますでこの背景としては、えー、この里見義弘が阿波の国という、えーまあ、千葉県の先っぽを支配してただけにもかかわらず北条氏と 抵抗できた最大のの理由がこの上杉謙信なんです、ね、要するに里見義弘は、えー、里見氏はこの上杉謙信をバックにすることによって、えー、北条氏と戦ってきたんですけども、えー、上杉謙信は織田信長との戦いに入ったためにこれ以上里見氏とはもうどうでもええと要するに、えー、この頃から上杉謙信はこちらの方に入ってきていて織田信長の武将の柴田勝家との戦いにこう 踏み切るわけです。こう、勢力を広げてきた織田信に対して、えーまあ、上杉謙信は、えー、こちらにこう影響すると、そしたらもうこの里見義弘さんなんかにちょっかい出して、上杉、こうやるのはちょっともう、えー、効果が薄いと、あまりやりすぎると、この北条氏との関係を悪化させると、この武田氏との関係が、えー、武田氏にいつ横合、えー、いつかれるかわからないと。 ということで、上杉はこの頃、えー、関東を、えー、本格的に諦め始めます。でどっちか言ったら北陸の方面に力を伸ばしていくという作戦に転じます。しかし、1978年、大きな事件が起こります。上杉謙信が死去します。でそれによって、小竹の乱が起こります。で、まだ元気だった上杉典政それから上杉景虎、これ VS 上杉景勝という戦いなわけですね。上杉景勝は、この小竹の乱では、 一応、本来のこの乗政、上杉掛虎が本来の、えー、まあ後継者とよくなってるんで、構想同盟に基づき、氏政と、えー、武田勝頼は連携して、このおたの乱に、えー、まあ対応すると。えー、要するに上杉乗政、えー、上杉掛虎を支援すると。氏、まあ、政の弟ですからね。ところが、武田勝頼は、こいつら殺されたのを見て、えー、手のひら返します。光悦同盟を締結。これはあれですよね。 この小遣の国の沼田を武田勝頼に割利するという条件で上杉勝頼と、えー、武田勝頼で手打ちが成立します、えー。その結果勝頼家臣の三田正幸がそこに入ってくると。これのちに、えー、北条氏滅亡の大きな原因になりますよね。その結果高層同盟が発揮されて、えー、再び武田とそれからあの上あの北条は戦う,ようになると。で、えー、そうなると困るんですが。 えー、その代わりに徳川家康と北条氏政が同盟を組んでいます。ところが1580年武田勝頼はなんか長篠の戦いだと元気なように見えますけど実は結構頑張ってですね1580年に、えー、武田勝頼は、えーまあ、信長との戦いを避けて今度は北条氏の方に入ってきたんですね。 それに対して北条氏政は非常に形勢悪化してきたんで、まあ、敵の敵は味方ということで、織田信長に心中、えー、する形で武田氏の戦いを防ごうとします。これが、えー、まああの構想しましたね。えー、1982年、織田信長は武田勝頼を滅ぼしますが、えー、この時に北条氏政は、えー、駿河の国に侵攻して、えー、信長を側面援護しています。 で最終的にこの駿河は徳川家康のものになって、氏、まあ、政としてみれば、結局自分の同盟者である徳川家康が強くなることは、まあ、宇真さんにとっても非常に大きいと。でえーまあ、織田信長は、まあ、北条氏政を心中、まあ、させてるわけですから、かなりじゅいい条件で信長の方が、えー、上ですから、武隆一政を,を派遣して関東関連に就任させると。で、神津家西部を支配させます。 さらに、数正の仲介で、えー、小山秀樹に下月祇園城を返還するなど、まあ、あの信長の政権構想に非常に協力的な、えー、宇島さんの姿が、えー、見えます。天正神保の乱ですね。まあ、本能寺の変後、えー、宇島さんは光月の国に侵攻します。滝川数正と交戦して、えー、敗走する数正を追って信濃、えー、に侵攻。 ところが徳川家康もこ,こ,これはチャンスと、貝の国に信仰します。で、えー、結局これ三田正幸が、えー、この人はあっちこっち行ったり来たりするんですけども、えー、まあ三田正幸は最終的に、えー、北条氏から離反したことによって、鳥居元忠に敗北。貝品の徳川、宝月を北条が、は、え、い、ー。 引き取ることにし、えー、今度段階でようやく補償した小遣いの国を、えー、支配することに、えー、成功します。ただこの時、えー、三田昌幸は沼田城の引き出しを拒否し、これがまああの、えー、時に刺さった状態なわけですね。上杉景勝はまああの武田勝頼が滅びた後やばいと、光圀同盟しかないで俺と。 北条氏とは対立してるでと。徳川と北条は一時期に対立したけども、まあ最終的に、えー、かつ、えー、甲斐氏なの徳川、えー、甲月が北条で仲良くなったと。えー、これはまずと思った上杉開括は、まあかなり早い段階で羽柴秀吉との同盟に踏み切ってます。それに応じて、上杉にくっついていた北関東の黒人衆は秀吉に基準します。まあ代表的な人物では、この由らなり市の妙院にとかですね。 まあ、こういう風な形になっていきます。ええー、北条氏政、えー。徳川家康、本当、この、おた、おたすん、ですが、消えてますね。困ったもんです。この段階では、ええー、三田正之さんも消えてますね。困ったもんです。普に、まあ、こういう沼田城。うん、それに対して、光上の国を抑える、ええー、北条氏国。武蔵の国を抑える北条氏てる相撲戦の国を抑える、結城晴朝。それから、佐竹義重。この辺りは。北条方に対して、えー。あれですね。反北条サイドは。 こうで,すね、で、えー、新法上がこういう感じになります。で里見義弘はこの段階では、えー、再び半北条に動いています。で、えー、こういう、えー、関係になってきます。こういう色,、えー、色分けになってきます。 まあ、そういう意味では北条氏というのはあの、まあ、常に、えー、関東の諸勢力との,、えー、あの扱いには非常に苦しんできたそういうことが言えると思います。1983年に足利氏が、えー、死去し代わりの古賀区法が建てられなくなったんですね。えー、その結果北条氏政が関東身分地の頂点に立つと。えー、さらにこの頃氏政は えー、江戸を支配することに成功し江戸それから岩槻武蔵の国の利根川水系を抑え込むことに成功します現在の利根川違って当時の利根川は、えー、そのまま江戸城の方に流れ込んでましたからその利根川水系を、えー、支配することに成功した、えー、北条氏政は、まあ、いわば最盛期を迎えるわけですね。 で、1585年には、下野国の有力皇族が那須市と同盟して、下野の南半分を支配下に置き、この段階で、御北条氏、北条氏は最大半島を抑えると、千葉県の、現在の千葉県のほぼ全域、先っぽを除く上総、下宇佐、それから下野の半分、それから上野、武蔵、相模、伊豆。 さら、えー、には日立の、えー、南半分まで北条氏が、えーまあ、制圧するという形になります。まあさえー、先ほど言ったら、えー、こういう感じですね、赤いラインを、えー、抑え込むことに成功し、結城晴友とかぐずぐず入り込んできてますよね、院にとかあの、逆にこういうところにもこう入り込んできて、まあ、あの北条氏は、えー、こういう広範囲を、えー、支配することに成功します。 津家の国も、まああのえー、ほとんどこういう一部の反北条勢力がちょろっと、明院議の勢、えー、力圏はこの辺ですし、勇キャるのもこの辺ですから、まあ、こういうのはちょぼちょぼとこういう、えー、ところに、えー、ちょぼちょぼとおる状態であって、基本的に北条氏政が関東の、えー、南半分からこうぐいっと奥の方まで上がってきているという形を取るわけですね。しかし、やっぱりこの秀吉との関係が、えー、常に大きな問題になってきます。 1988年には豊臣秀吉の上落要請を拒否し、一旦ちょっとやばくなりますが、えー、北条氏則が上落して、まあ、なんとか安定します。この北条氏則は、えー、家康との、えー、関係が深く、家康と共に今川家にいたこともあって、その関係で、えー、氏則っていうのは、割合、えー、この北条家の中では、えー、どっちかいうたら、秀吉仲長くしましょうよという感じですね。で、1989年、沼田裁定が行われます。 この問題をやっている沼田、城主沼田の3分の2を北条氏て返還すると。ところが、この時にですね、北条氏国の家臣、えー、である猪俣、えー、国則が、三田正行の家臣である鈴木重則の城主がやったこの名ぐるみ城の、えー、を騙し取るんですね。で、えー、この名ぐるみ城を、えーまあ、騙し取られた、えー、鈴木重友は、えー、あの恥じて自害してしまうと。 で、えー、それに対して秀吉は激怒するわけです。こちらに来てあの説明しろと、えー。どういうことだと説明しろと。それに対して北条氏政はこれを拒否します。そんなことされる言われはないと。 であのまあ、北条氏政としては、徳川家康と、えー、自分との違いについてもずっとなんか思ってみたいですね、やっぱり結局、戦わんと、えー、戦って一旦ちょっと、えー、痛みに合わせんとなかなか結局、秀吉、まあ、信長秀吉と、えー、信長秀吉のグループは常に北条氏をかなり下に見てきてると、まあ、そういった不満が、えー、高まってきたんでしょうね。えー、最終的に氏政、氏輝の、えー、主導で開戦。 えー、しかしこれはもう、えー、秀吉の22万人の軍勢によってあの小田原を除く、えー、諸女は次々と落城していって、えー、結局小田原だけなるわけですねこの頃の北条氏は、えっと、北条氏てる、えー、それか氏国こういうあたりですねで、えー、北条氏のりがこの岬こういう市場体制を引いていました八王子の氏る、えー、それから、えー、ずあの岩槻の,の方の、えー あの上州の、えー、北条氏国、それから武蔵の北条氏る相模の北条氏のり、それから相模の、えー、北条氏政、こういった市場体制を引いていますが、えーまあ、それぞれ潰されていき、最後は小田原だけが残って、えー、結局、まあ、北条氏政、氏、えー、直は、えー、交渉しますが、その交渉としては武蔵、相模、伊豆を、えーまあ、北条氏の領地で残すと。で、氏直の上洛、氏、えー、直が上洛しますと。 それを条件に降伏しますが、秀吉はこの講和、えー、条件を一方的に破棄し、氏政切腹、氏直追放の、えー、決定を行います。それに対して、北条氏直は、えー、私の命と引き換えに、えー、前将兵の、えー、除名だけはお願いしますと言うたんですが、えー、秀吉の決定は、氏政、氏輝、それから、えー、大道寺正重、えー、松田紀秀の4人に切腹を命じ、えー、北条氏直は追放するという形で、<laughs> 大名との北条氏は滅亡しました。 氏直は家康の婿あったということで除名され高野山で謹慎生活に入ります。翌年には氏直は赦面されて織田信勝手を与えられています。 1>, で1万石の大名として取り立てられてたんですが、まあ、あの領地がどこなのか実は決まってなかったらしい。とりあえず1万石の大名として取り,あえず取り立てることは決定したらしいですね。で、えー、一説にはあの岩見の国を与え,るんじゃ与えられるんじゃないかという観測もあったんですけども、えー、実際にはわからないです。あの結局、えー、天然痘にかかって急死、えー、したためにわからないんですが、えーまあ、ただ、織田信一ってあの、まあ、 あのですね、北条氏が、えー、給料後に家康を移して、その家康のところに信勝を移そとしたら、信勝が抵抗したんで、えー、追放されたんですけども、追放された信勝邸を、えー、与えられたということは、まあ、なかなか、えー、場所を与えられるということやるから、北条氏のはもしかしたら、えー、かなり、えー、ところをもらえた可能性もあるわけですね。一万石どころでないものが与えられた可能性もある。ただ、えー、休止しちゃったと。 結局、えー、この北条氏則は、もともと秀吉、家康とこう連絡を取っていた。小田原の時には三崎城に籠もって、えー、最後まで粘ったんですが、えー、あの黒田、寛兵衛の説得に応じて解除をすると。で、えー、この北条氏則は、氏直と共に、えーまあ、命を救われて、えー、小屋さんで採去。で、氏直と共に斜、えー、面されて、六千国を与えられています。氏則は、あの河内の国の佐山に、えー あの与えられて、佐山城主となります。で、あの六千石という、まあ、こ、えー、まあ、こだかなんですけども。一応、一条のある、主として、え、ぐうされて、えー。それ相に丁長に扱われました。宇治の,の、えー、本家の方は、この、えー、宇治のの子供の宇治盛が、まあ、北条本家を継承します。で、えー、彼には四千石が与えられたと。で、宇治のが死んだ後、えー、この宇治のの六千石と、もともと四千石。 この2つを与えられて一万国になりました一万になったら江戸時代には大名ですよね。でその結果、狭山藩主として明治維新まで存続しています。大量に養所を入れてますから血はつながってませんが、一万石の狭山藩主として狭山から天保とか改易とかそういったこともなく、無事に明治維新まで存続しています。戦前戦前後にはあの 確か公明党の、えー、幹部になってるんだかなこの北条,氏北条さんは。というわけで、一応北条氏えー、終わりですこれ豊臣秀吉と講和交渉をしてますけど、これはまとまる可能性は全くなかったんですか多分秀吉の方がもう、あの最初から潰すてたでしょうね。<laughs> 秀吉の時代になって、こんなに大きい大名で完全に潰されたって、北条ぐらいでしょですね。 他の連中はもっと早くにあの、えー、降伏しちゃってるし、長相壁とか大友、大友逆に助けてくれやったし、まあ、島津は助かったし、北条だけですね、こんな目に遭ったん。いや、まあ他のとこの例をね、見れば、相模と伊豆ぐらいやったら、残してもらえるかなと。うん、島津とか長相壁の例を見る限り、まあ,あの、相模、伊豆ぐらいは残して、 えというような感じは受 <laughs> けますよね。でも最後に、これ秀吉え、秀吉ですよね。秀吉です家復活させてくれたのは。そうそう。家康、うん、がだいぶ動いたみたいですけどね。家康があの一生懸命頼み込んで、除名と、それからあの大名氏の復活を、だいぶ家康があの運動したみたいです。 家康っていろんな人の面倒見てますね。戦国伊達さんも面倒見てあったし。そうですね。うん。家康としては自分の、えー、娘婿だから余計に多分宇治直に関してはもう <laughs> 宇治政とかのあのたか伊豆武蔵ぐらいは、えー、領地残しちゃってくれとか宇治政はあの。 えー、隠居させて宇治直に、えー、後を継がせる形であ法条件を残してくれたとかそういったことはどうも家康は一生懸命運動してみたいですねそれは受け入れられなかったとだからまあ秀吉としてもせめて宇治直さんの大名ぐらいは残してやろうかとで結局法条家というのはこの関東の黒人層ではないか里見とかこの辺りの小さな大名を 最後まで抑え込めなかったんですね、この家は。そうですね。うん。里見なんかも主語とは言えないから、やっぱり黒人層でしょうね、これも里見なんかも。一応、日体一門を自称してますが、由良もそうや日体一門をあれ自称ですね。由良はちなみにあの日須田,田の子孫と自称してます。我々はもともと関東の由秀ある一族で。 な京都からやってきた伊勢なんかに <laughs>。伊勢なんかになんですね、関東やと <laughs> そうですね。なんか由良家なんかはあれですよね、あの旦那死んで皇室がちゃんとあの指揮して、北条に抵抗するんですよね、これ。その結果、旗本として残るんですよ、この由良家も。ちゃんと秀吉に認められて、あの所領を保全してもろてで、江戸時代は生き抜くんですね、この由良家も。 ただ、あのー、最後の最後で明治維新の時に男爵、あのー、にはすごいなんですね。ね岩松と由良が争ってどっちが新田のし、えー、子孫やいうてで結局明治政府の裁定は岩松が新、えー、田のあれだからこちらに男爵を与えると。由良はだめと。で、由良は士族、岩松はあの家族。由良は岩松の一応家臣ですね。石見の国に。 復活させてあげようという岩見の国一国あげよういうことですかそう一国,か一国の国を与えられるツアそもあったみたいですね岩見って毛利が持ってますよね<あ><で>この子は毛利ですね五<い>大楼の毛利あええんかな <laughs> つまずきのきっかけはこの真田の持ってた殴るみ城なんですねそうですねそれでは真田正幸さんは あの法上ぶっ潰しもっとまあどちらが悪いのかその他さんがあれなのかそれともあの猪の又国則がまずいのか法上の家臣ですか法上の家臣の家臣です <laughs> じゃあ彼氏さんの方の人間じゃないですかうん。この猪の又国則が殴る道を達成したことに秀吉がぶち切れたわけですよねこれ猪の又ってうのはあれですね。あの武蔵七相の末裔でまあこれも武蔵の国の有力な 長い間、武蔵の国に頼朝こう以来続けた一族です、ねこれ。頼朝はさらに古いんじゃないかな。以外の名門ですね。猪俣さんも。じゃ、あこれ法上の家臣とは。言っても。法上に別体じゃないんでね。猪俣は。古いけども、その。あの、大きな家じゃないから、多分法上に別ったりくつ、くこと、ことで生き残りようとした。タイプでしょうね。で、こう、殴るみを取りに行くというのは、これは法上の許可を得てたんですか。 その辺が微妙なんですね、結局はあの秀吉は氏政の許可あったに違いないと、氏政、氏国の許可に違いないというふうに主張するし、もしそうじゃないとちゃんと説明に来いと、でえー、ちゃんとその責任者よりのまた国の領を処,分せよあの処刑せよとで、それに対してあの拒否したわけですから、まあ、秀吉からしたら、これあの北の、北条氏の公認だろうということなわけですね。 あとは、治政が秀吉と戦って、なんとかなると思ってたんですね。そうでしょうね。まあ、それが結局、半田ミス言われたら半田ミスなんですけども、難しいところですよね。秀吉がそこまで本気出してくる、たかだか殴るみ上で、そんな本気出してくると思わなかった。小さな話じゃないですか、と、宇治政からすりゃ。 確かに、ナグルミ城ョをこう騙し打ちしてあの奪ったのは申し訳ないことであるけども、そんな俺がべこべこ言うてあの京都まで行って謝るないような話った。だからこれ多分きっかけに過ぎないんで、あって多分、秀吉はもうずっと狙ってるんでしょうね。多分、このナグルミ城の話はなくても、何か理屈つけては多分攻めてきた可能性があると思うんですけど。その時に秀吉が、北条を全部潰してもらうか、もっと小さく押し込むか、 島津みたいに、薩摩と大隅だけやとか言って、くらにしてしまうか、まあ何しても,もう北条を一回いただろうとは、秀吉は思ってたと。それはまあそう、240万石を渡らせてたら、それをそのまま残すわけにはいかないですよね。家康も本当はそう潰したかったけど、家康を潰せなかったんですよね。秀吉としては、北条まで残したらちょっとまずいやろと。北条と徳川のが、えー、連合したら、これはもうアうト そうか北条と徳がくっついてるから合わせると400万ぐらいになるので400万個ぐらいになるからこの2つはくっつかれると非常にあのまずいことになると今すぐじゃなくても例えばあの秀吉はこの段階でまだ子供もがおらん微妙なところですから秀吉艦大代わりの時に家康が違反して北条氏松とくっついたらエンドですわな。あそうか豊臣と 一生ぐらいの力があるわけですね、二つ合わせれば。ああうん。じゃあ、やっぱりどっちか潰しとかなあかんと。うん、なるほどね。おそらくは佐竹とかあの、そういう反北条型の人間は、多分、家、秀吉に一生懸命運動してたでしょうしね、妙院にとか、あのそういう連中とかはもう一生懸命、ひ秀吉に足ざまに <laughs>、北条と言ったやし、里見とか。 最後まで多分だから里見とか佐竹にはあの北条さんとは苦しめられてあの織田さんはこれで結局割を歌うたのはあれなんですね織田さんはあの結局北条氏にくっついてたために織田さんもまとめて潰されちゃ,潰潰されちゃって800年の頼朝以来の名族織田家も滅びちゃいましたね逆に結城さんはこれでうまく生き延びてその後はですねこの結城さんは結城春人も子供がいなかったんで あの秀吉の養子になってた徳川家康の次男の秀康を養子に迎え入れて、あのまンマと松平になることに成功しましたし、あの有機のやっぱ有系の家臣たちも引きついていくんですか。そうです。さらにあの祭司も一応越前松平のなるもののあの祭司とか、えー、そういったものは有機系を引き継いでます。有機は結構大きだったわけですね。 勇気はもうあのそういう意味では勝ち組ですよねこれ越前松寺になっちゃったんだからうんあの幕末には松寺春閣を出すんだからこれあの結城はある意味勝ち組ですよね下笹勇城氏は養子受けるぐらいでかしんだみんながうまいこといくんだったらねうんしかももともと子供いなかったんやから結城温人向けからしたらもう最高の結 <laughs> 末ですよね、うん 子供などうしようと思ったら秀吉の仲介で家、e、康の息子を養子に迎えることができて死んだみんなまとめて面倒見てもらえたらまあ結城さんとしたらでちゃんと妻子は残してもらった確かあそこ家紋もあの結城の家紋を引き継いじゃなかったかな、まあ、結城秀康って言ってますもんね結城秀康の死んだ後とに松平に一応解説するんですね